はい、それでは74号やっていきましょう。74号は基板とノズルの取り付け、エンジンユニット左の組み立てということで、まあ、今までやってきたパーツを、合体させていくっていう感じになります。で、まあ、中にこう基板を仕込んでっていう感じですねになりますんで、早速やっていきましょう。はい、でまずは、基板についてって感じで、基板の説明が書いてるんですけど、まあこれは後で見ていきましょう。はい、でまずは、これですね、前に作った、この足 A 左っていうこのパーツ、左と右があるんで間違えないように気をつけて、こっちを出してきまして、この基板をですねここに取り付けていきます。で、つく場所がここですね。ここにこうつく形、こういう形で基板がつきます。で、これを、ビスで固定していくと。よいしょ。今回はね、結構細かいビスが多いので舐めないように気をつけつつ、ネジで固定していきます。ああ、しまった。ビス隙間に落とした。ああ、そっか、これ裏側に磁石があるのか。しまった。ネジ止めよう、ネジはめようとしたら磁石に持っていかれてしまった。もう、ここのね、ここの磁石にネジを持ってかれちゃった。ここ皆さん気をつけてください。結構この磁石強力なんで気をつけてください。よいしょ。したらよっよっ、でこの基板止める4箇所なんですけど、まあ、ちょっと位置決めがしにくいので、いきなり全部一気に締め込むんじゃなくてね、4本とも軽くあのネジを入れて軽く止めてから、軽くネジをかませてから4本とも噛んだら、最後締め込むっていう風にしてあげた方が多分やりやすいですね。こんな感じで基板を固定してあげます。そしたら次に、基板に配線をねつないでいくんですけれども、さっきのね、さっきの基板についてっていう説明も見ながら、配線をつないでいきます。でまず、エンジンノズルの稼働用のモーターの配線をここに挿してあげて、で次に、変態筒から出てるこの配線、変態筒から出てる配線を、ここに差し込む。ちょっと奥まってるからピンセット使ってやろう。ここに差し込む。で次に、これ、着陸脚ギアボックスの配線を
ここに差し込む。よいしょ。で、着陸客前なんて読むんだったっけ、前扉の後方灯から出てるこの白いケーブル、白いコードを、ここに差し込む。しょ、こういう感じ、こういう感じで全部つないであげます。そしたら次に、この両面テープ、両面テープを開いてあげて出してあげて、この両面テープをこの着陸客の こことここに貼ってあげる。ここと、じゃ厳密に位置を決める必要はないんですけど、大体まあ説明書に書いてあるこの辺の位置に貼ってあげる。ここと、ここですね。に貼ってあげたら、ここの扉を90度開く。要はこれ配線の予兆を取ってあげるためですね。開いて、で、この剥離紙を取ってあげたら、剥離紙を取ってあげたら、ここに、配線がね、こっち側を回るように、こっちではなくてこっち側を回るようにして配線をここに貼っつけてあげる。よいしょ。これで中でね、変に配線が動かないようにするためですね。こういう感じ。ここですね。ここがポイント。これこの後も、注意書きが出てくるんですけども、必ずここに通すようにしてあげてください。でこっちは、まあ、横にこういくような感じで線をまとめてあげます。そしたら次に、今回付属しているこの、カラフルなこの配線、カラフルなこの配線を、基板の空いてるコネクターにブスッと差し込む。よいしょ。よし、こういう感じ。そしたら次に、ここに、エンジンノズルを取り付けるんですけど、どっちがどっちだったっけ、こっち、こっちかな、こっちか、こっちですね。ここが2段になってんのが下に来るようにしてあげて、そうつけた時に配線が上に来るのが、左用のノズルになるので、これをここにセットして、でこの配線をここに差し込む。よいしょ、こういう形。ただまあこれ固定はされないのでね、こんな感じでプラプラする感じになりますけども、ここにセットしておく。説明書でね、ここが噛み込んでるか確認、噛み合ってるか確認しろしてくださいって書いてあるんですけど、噛み合わせたところで手離すとパカッと浮いちゃうんでね、ここは特に今のところはまだ気に、をつけなくてもいいと思います。はい、で次に、前回の、これですね、このパーツをここに取り付け、でね、一旦これを外せって書いてあるんですけど、まあ別に外さなく、外した方が楽だな。
これをもうこれ閉めていいのかな、よし、これをここにセット、こうですね、ここにセットしたい。この突起がここの2つの穴に刺さるようにここにセットして、でここも、乗っけるだけなんでガタガタ動いちゃいます。こういう感じでセットしたら、なんか順番がよくわからんな。セットしたらこの配線押さえですね、この配線押さえを切り出して、でここの配線ですね、ここの配線がずれないように押さえてあげます。これ先にやった方が良くねっていう気もするけどな、ね、ノズルが邪魔もうこういう感じ。ここね、ま、あのエンジンノズルの配線は、一緒に挟まないのでそこを気をつけてください。でこっちもセットして、で次に、この配線をここに通す、この配線をここに通して、でこれをここに戻してあげて、でまたビスを戻してあげると。この配線をねここに通すのが通しにくいからこれを一旦外したって感じですね。こういう感じで、この時に、ここの今さっきね両面テープで留めた配線がここに挟まらないようにっていうことですね。そのためにここで留めたっていう形になってます。であと最後、このバッフルって書いてあるパーツを、ここに差し込む。よし、はい、こんな感じ。これで一応今回の作業は終了になります。ただまあこれ全部ねはまってるだけなんで、手離すと全部バラバラになってしまうので気をつけましょう。なんかバラバラになってねプランプランさせると配線切れたりっていう原因になるんで気をつけて保管しましょう。こんな感じね、足の形になりましたね。はい、はい、そしたらこれで、今回の作業は終了になります。はい、それでは75号やっていきましょう。75号はエンジンユニット左の組み立てと AMM-1 ミサイルアローユニットの組み立て5っていうことで、入ってる部品はこんな感じになっております。でもミサイルアローは組んじゃいました。はい、なのでこれはもう置いといて、で今回はこっちの組み立てをやっていこうと思います。はい、ではやっていきましょう。でまずはですね、こういろいろパーツが入ってるんですけども、このスラスターフックっていうやつをつけていくんですが、これ全部ね裏側に番号が振ってあるのでこの番号を間違えないように取り付けていきましょう。で、前回のこっちも出してきて、でちょっとこれ一回邪魔なんでこう避けてあげて、まずこの裏側に L1 って書いてあるスラスターフックを、こっちに取り付け、どう向き、こうね、こう向きに取り付け、
ここにはめ込んであげて、でここを裏側から接着。これはねプラ同士なので、ABS がつけれる接着剤であれば OK ですね。でまたこれちょっと戻しておいて、で、これが乗っかってるだけなんでね、動かすとまた抜けちゃうんですけど、で次こっち、こっちの、前側の方ですね、前側の方に L2 って書いてある、スラスターフックを取り付ける。でここも接着。で残り1個がここですね、ここに取り付けて接着、全3つとも接着でいいな。よし、たまにねここは接着しませんみたいなのがあったりするんで、はい、こんな感じで付けてあげたら、これを出してきて、で上から蓋をするんですが、上からこれで蓋をしてあげるんですけど、ちゃんと位置がはまってることと、あと配線をね挟んだりしないかっていうのを確認した上で、上からかぶせていきます。あとここね、ここがちゃんとここのレールに刺さるように位置を確認しながらかぶせる。よし、よし、こういう感じですね。こういう感じでかぶせてあげたら、付属のビスを使ってがっちり固定していきます。あれ、なんかネジが2種類入ってるな。ちょっと待てよ。短いのが2本、短いのが2本で長いのが6本入ってるんですね。なので1箇所だけネジが違うので気をつけましょう。さっきこれ締めよう。この1本だけ短いネジ、1本だけ短いネジがここですね、ここを固定するネジで、残りはこの長い方のネジになるので、間違えるともしかしたらねパーツを貫通しちゃうみたいなこともあるかもしれないので気をつけましょう。わざわざね1本だけ短くしてるっていうことは、間違えると、ネジが貫通しちゃったりとかパーツが変形しちゃったりっていう原因になるんだと思いますんで、間違えないように気をつけましょう。スラスターフックっていうのは何なんでしょうね。どういうためのパーツなんだろう。何かを引っ掛けんのかな。ウォーニングホットエアーって書いてあるから、なんか熱風が出てくる箇所なのかな。あれかな、ガンダムでいうアンバック的なやつなのかな。よし、これで2345箇所、固定したので、これで、いわゆる左足ですね、左足の組み立てが完成しました。こういう感じで、ここはねワンクリックだけですけど、ワンクリックだけ稼働するのと、あと電動でここが上下に動くっていう感じですね、になります。こんな感じ。
それでは76号やっていきましょう。76号は、基板とノズルの取り付け、エンジンユニット右の組み立てってことで、まあ左でやったのと同じ作業になるんですけれども、これを組み付けていくっていう形で作業をやっていこうと思います。はい、というわけでまずは、このパーツにこの基板を取り付けてあげます。で、この配線を避けてあげて、配線を避けてあげて、ここに基板がくっつきます。よいしょ、ここですね。ここに基板をセットしたら、付属のビスで固定していきます。よいしょ、よっ。ちょっとね、照明を変えたんでね、少し見やすくなったんじゃないかなと思います。こんな感じで基板を取り付けてあげたら、次に配線を全部接続していきます。でまずは、このノズル、エンジンノズル用モーターから出てる配線を、この基板の上の真ん中、ここにブスト、セット。で次に、この変態筒、変態筒から出てる配線を、その横ですね、その横のコネクタ、カプラーにセット。よいしょ。で、着陸客ギアボックスから出てるこの配線をここにセット。ここ、はい。で次に着陸局、着陸客前扉の後方灯から出てるコード、これを、基板の、ここですね、ちょっとこの着陸客のモーターに隠れてて差しにくいですけど、ここに差し込むと。で差し込んであげたら、ここを一旦開けてあげて、で次に、この変態、後方灯から入ってる配線を、他のパーツに絡まないように、この両面テープで固定してあげます。これ両面テープじゃなくて、マスキングテープとかで留めるんでもいいとは思いますけど、ここと一応ね、説明書通りに作業をするとこんな感じで、あ、ちょっと待った、こことここに貼る形で、ここを開けた状態で長さを合わせてあげる。これ閉めた状態でね、これ貼っちゃうと、閉めた状態で貼っちゃうと開くときに配線の予兆がなくなっちゃったりとかっていうのがあるので、必ず開けた状態でここを固定で、こっち側もここで固定、こういう形、こういう形になります。こうしてあげるとこの開け閉めで配線が大丈夫、引っ張られることがなくなるっていう形に
なります。でこれねちょっとねコメント欄であったんですけど、この広報塔他の人のコメントでこれ僕この LED 普通に白く光ると思ってたんですけどこの LED 色がついてるみたいでなんかコメント欄に書き込んではった方に曰く、こっちの青の方も赤く点灯したっていう人がいてはるみたいで、ここちょっとね確認しといた方がいいと思います。これ確か組んだ時確認しなかったと思うんですよね確か。うん。で今僕もさっきちょっと作業する前に確認してみたんですけど僕のはここ青く光ったんですけどここが赤く光ったっていう方がいてはったのでちょっと不安な方は確認しといた方がいいかもしんないですね。はい。そしたらここ締めてあげて、この配線を、基板のここにセットしてあげる。よいしょ。よし、こういう形。そしたら次に、配線を押さえる作業かな。その前にエンジンだ。次にこのノズルを持ってきて、この突起をここにセット。でこの時に、配線がねこっちの上側に出てくるように気をつけて差し込んであげて、セットしてあげたら。このカプラーをここに挿してあげます。ただまあこの時点でまだ上のカバーをしてないとこれ固定されるわけではないので落っことさないように気をつけましょう。結構重さがあるのでね落っことすと、この配線に負担がかかってしまうので落とさないように気をつけてやりましょう。で次に、こっちのパーツですね。こっちの、エンジンナセルのパーツを出してきてで、ここ別に外さなくてもいいんですけど外してあげた方が作業がしやすいので一旦これを外してあげてで、ここの2本が、ここの2箇所の穴に入ると。でこの時ねここの配線がこの間に挟まらないように気をつけましょう。これが挟まらないようにこのテープで固定したっていう感じなので、挟まらないように気をつけてあげたら、この配線をこっちに持ってきてあげてで、ここの穴に通すわけですね。ここの穴に通すんですけど、この穴に通すのが難しいから、さっきこのパーツを外したっていう感じなので、まあ通せるんであれば別に外さなくてもいいのかなっていう感じですね。このエンジンナセルも次の号のカバーが来ないと固定されないのでここもね、変に負担がかからないように気をつけましょう。よいしょ。こうつけてあげる。こういう状態にしてあげたら、次に、このパーツですね。このパーツを出してきてこれ配線押さえですね。配線押さえを切り出してあげる。ああ、なるほど。で、これで、この配線だけかな。この変態灯のコードをここに押し込んであげて、で、これね地味に作業しにくいんですよねこれね。こうしてあげて、ああ
先にやっといた方がいいですね。これつけると邪魔。こうした方がいいか、うん、こうだな。よし、こうやってこの変態刀のコードを押さえてあげる。要はこの、エンジンノズルのモーターとかに絡まないようにですね、これで押さえてあげるという感じ。よし、で最後に最後な、はい、で最後に、このバッフルっていうこのパーツを、ここにここの溝の形に合わせてここに差し込んであげると、よいしょ、こういう形。これで一応今回の作業は全て終了になります。はい、ですね、はい、これで終了になります。はい、それでは77号やっていきましょう。77号はエンジンユニット右の組み立てとミサイルROユニットの組み立て6ということで、まあこの、まあバトロイドモードでいう、スネの部分ですね。スネの部分と、あと、ミサイルアローユニットが入ってるんですが、まあ、こちらはもうちょっと収録外でやっておきます。なので、こちらの組み立てから、こちらの組み立てをやっていこうと思います。で、まずは、この、これと組み合わせる、こっちのパーツですね。こっちのパーツを出してきまして、ここにスラスターフック、を取り付けます。でスラスターフックの R1 って書いてあるやつ、裏側に R1 って書いてあるやつを出してきて、これをここに取り付ける形ですね。で、この幅が太いやつがあるので、太いやつを、ここの形に合わせて差し込んであげると。でこれ接着してあげるんですけど、まあ、プラ同士なんでね、プラ用の接着剤でつけれるので裏側からやってあげるのが一番綺麗かなと思います。表側からつけるとね汚くなっちゃう可能性があるので、こうやってつけておきましょう。で戻しておくと。でこれこっちを置いといて、で次に、こっちに同じようにR2 って書いてあるやつをこの前側ですね、前側のところに、セット。で、ここも接着。で、後ろのここにも R3 ってやつをセットしてあげて、これも接着してあげる。よし、こういう形、こういう形にしてあげたら、さっきのこれとこれを合体させていきます。で、ビス止めするのでビスを開けておいて、でこの辺のね配線とかを引っ掛けないように、配線をねこううまく取り回しておいて、配線をこういう形で取り回しておいて、で上からで上からこれをセットするんですけど、ここのね何だっけ名前忘れた、このパーツ、このパーツがここの溝にはまるので、そこをちゃんと確認しながら上からセット。あ、前がずれた。
こういう形、こういう形でセットしてあげたら、ビスで固定していきます。あ、そうだ、1本だけ短いのがあるんだったな。先短いのしよう。1本だけ短いのがあってビスね、1本だけ短いビスがあって、それがここの真ん中ですね。ここだけ短いビスになります。ここはね、あの着陸脚のところにつくビスになるので、短いビスで止めてあげる。で、残りのところはこの長いビスを使って固定していきます。そろそろね、テストをしたいんだけどな、テスト用基板とか来ないかな。でもランディングギアだったりとか、この着陸脚だったりとか、このあ、ずれてるやんこれ、しまった。この着陸脚だったりとか、この後ろのエンジンノズルだったりとか、この辺がねちゃんと動くかどうかをねテストをしたいんですけどね、今んとこテストをする術がないんですよね。よいしょ、こんな感じ。これで、エンジンユニット右の組み立てが完了しました。こんな感じ。これでね、足が出来上がったっていう形になります。はい。で、あとまあミサイルアローユニットはね、後で組み立てしておきます。はい。というわけで、今回の77号の作業はこれで終了になります。で、次の78号では、バーニアブロックと機体後部の組み立てということで、尾翼の基部のところですね、尾翼の基部の部分の、組み立てをやっていくみたいです。ちょっとこの辺がねどうなるかっていうのは結構気にされてる方が多いと思う。スーパーバックつけるってなるとここの部分がね、折りたたまれる形になるので、ここの折りたたみの、ギミックがあるのかないのかとか、その辺で結構いろいろ変わってくるので、気になっている方が多いと思う部分だと思いますんで、また来週も、動画の方アップしていきますので、また続きが見たいと思っていただける方はですね、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。